お待たせいたしました。本日は南武線開業90周年を記念いたします臨時の各駅停車上戸駅にご乗車いただきましてありがとうございます。南武線は1927年3月9日に川崎上戸駅間で運転を開始し、本日開業90周年を迎えることができました。皆様へはこれまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。次は知ってです。お出口は左側です。南武線八丁縄手浜川崎方面はお乗り換えです。今度の浜川崎行きの電車は森増田ホームの向かい側3番線から11時13分の発車です。次は夜行です。お出口は左側です。ご案内いたします。南武線は1927年に開業した際、夜行駅から多摩川に向けて貨物列車の線路が伸びており、1972年まで多摩川の砂利を運搬しておりました。現在その線路は取り外されて一部が遊歩道や公園になっております。次は鹿島田です。お出口は左側です。ご案内いたします。この電車の車内は中吊り広告をジャックし、南武線にまつわる写真などを掲出しております。また吊り革には開業90周年を記念した装飾を施しております。明日からは南武線の定期列車として運転いたしますので、どうぞご利用ください。次は平間です。お出口は左側です。ご案内いたします。南武線は1927年3月9日に川崎上戸駅間で運転を開始し、本日開業90周年を迎えることができました。皆様へはこれまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。次は向かい河原です。お出口は左側です。ご案内いたします。次の向かい河原駅は1929年に付近を走ります東海道貨物線の新鶴見操車場まで線路が敷かれ、貨物列車が運転されておりました。1973年にその役目を終え、現在では線路が取り外されて一部が遊歩道になっております。次は武蔵小杉です。お出口は左側です。横須賀線湘南新宿ライン、東急東横線、東急目黒線はお乗り換えです。横須賀線湘南新宿ラインをご利用の客様はホームの一番後ろ寄りにございます連絡通路をご利用ください。なお現在こちらの連絡通路では、あなたが思い描く90年後の武蔵小杉駅絵画展を開催いたしておりますので、ぜひご覧ください。お待たせいたしました。本日も南武線にご乗車いただきましてありがとうございます。この電車は南武線開業90周年を記念いたします臨時の各駅停車上戸行きです。次は武蔵中原です。お出口は右側に変わります。ご案内いたします。南武線は1927年3月9日に川崎上戸駅間で運転を開始し、本日開業90周年を迎えることができました。皆様へはこれまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。次は武蔵新城です。お出口は右側です。ご案内いたします。現在走行中の区間を含め、1990年に武蔵小杉駅から武蔵溝ノ口駅まで上下線が高架化されました。この高架化によって踏切がなくなり、交通渋滞の解消につながりました。次は武蔵溝ノ口です。お出口は左側に変わります。東急田園都市線、東急大井町線はお乗り換えです。ご案内いたします。南武線開業90周年のイベントとして、川崎駅から上戸駅間の各駅の構内では写真や歴史年表を展示しております。今後は記念グッズの販売やクイズラリーの実施を予定しております。詳しくは駅のポスターやパンフレットをご覧ください。まもなく武蔵溝ノ口です。お待たせいたしました。本日も南武線にご乗車いただきましてありがとうございます。この電車は南武線開業90周年を記念いたします臨時の各駅停車上戸駅です。次は津田山です。お出口は右側に変わります。ご案内いたします。南武線は1927年3月9日に川崎上戸駅間で運転を開始し、本日開業90周年を迎えることができました。皆様へはこれまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。
この電車は南武線開業90周年を記念いたします臨時の各駅停車上りと行きです。次は9時です。お出口は左側に変わります。次は宿河原です。お出口は左側です。上りとより先下り立川方面の各駅をご利用の客様にご案内いたします。この電車は上りと止まりです。終点の上りと駅で立川行きの電車にお乗り換えの場合、階段エスカレーター等をご利用いただいてのお乗り換えになります。次の宿河原駅ですと降りましたホームでそのまま後から参ります立川行きの電車にお乗り換えいただけます。なおこの立川駅は途中稲城長沼駅におきまして快速電車との待ち合わせを行います。合わせてご利用ください。まもなく宿河原です。ご乗車ありがとうございました。次は終点上りとです。お出口は右側に変わります。どなた様もお忘れ物落とし物等ございませんように十分ご注意ください。本日は南武線開業90周年を記念いたします臨時の各駅停車上りと行きにご乗車いただきましてありがとうございました。1927年に南武線が開業し90年もの長きにわたりご利用いただきましたことに深く感謝いたします。これからもより一層の安全とサービスの向上を目指し地域とともに走り続けますので南武線をよろしくお願いいたします。なおこの電車は上りと行きに到着次第折り返し回送電車となります。お客様の引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。本日はご乗車誠にありがとうございました。